我は最果ての魔王ディープブリザードである。みなこんにちブリザードであるぞ。今回はいよいよリリースされたクリップスタジオペイントバージョン 3.0 のアップデート内容について解説をしていこうと思うのであるぞ。このクリップスタジオペイントバージョン 3.0 で新たに様々な機能が追加されたのである。それらの中でも特に我のチャンネルを見ておる方々のお絵かきに役立ちそうな機能を中心に解説をしていこうと思うので、よければ最後まで見ていただけると嬉しいのであるぞ。クリップスタジオペイントバージョン 3.0 の新機能を紹介する前に補足を一つだけ入れておこうと思うのである。このクリップスタジオペイントバージョン 3.0 には前のバージョンであるクリップスタジオペイントバージョン 2.0 バージョン 2.0 のアップデート版、バージョン 2.1 バージョン 2.2 バージョン 2.3 で追加された新機能などは全て搭載されておるのであるぞ。なのでこれからクリップスタジオペイントを始めるという方、アップデートプランで初めてクリップスタジオペイントをアップデートするという方も、これまでのアップデートで追加された機能を全て使うことができるので安心してほしいのであるぞ。今回は iPad 版を使用して解説をしておるが、 PC やスマホ、その他タブレット版でも同じ機能を使うことができるのであるぞ。ではまずクリップスタジオペイントバージョン 3.0 で新たに追加されたフィルターを紹介していこうと思うのである。メニューバーのフィルターの効果に新たに追加されたフィルターが入っておるのであるぞ。まずは鉛筆帳フィルター、これらを使うとこんな感じでハッチング風の加工と輪郭線を簡単に追加できるのである。輪郭線やハッチングはそれぞれつけたり外したりもできるので、自分のやりたい作風に合わせて調整を行うこともできるのであるぞ。また鉛筆帳フィルターはイラストにかけても良いが、このような風景写真を撮影して鉛筆帳フィルターを適用することで、こんな感じのアナログタッチの背景を簡単に作り出すことができるので、キャラクターのイラストの背景などに大いに活用できるフィルターとなるであろう。フィルム風のフィルターも様々なプリセットが入っておるので、イラストを加工する際などに簡単に適用できるフィルターの一つとして使えると思うのであるぞ。同じようにノイズフィルターもイラストにノイズを追加することができるので、絵の仕上げや加工などにこれも重宝するであろう。そして今回のフィルターが追加された中で一番みんなも気になっておるであろう色収差のフィルターである。これを使うとこんな風に RGB の色ずれを簡単に起こすことができるようになるのである。そしてこの色ずれは放射状だけではなく平行移動も行うことができるので、イラストで加工したい色収差の方法に合わせて加工することができるのである。前にもなクリスタでこのやり方を解説した動画は出したのではあるが、割と手間だったり手順が必要だったのだが、ついにフィルター一つでできるようになったので、簡単にクリップスタジオペイントを使っておしゃれ加工ができるようになったのであるぞ。クリップスタジオペイントバージョン 3.0 でテキストの円形配置オプションが追加されたのである。テキストツールを見てみると円形テキストというのが新たに追加されておるので、ツールプロパティを見てみると下の方に円形配置というのが新たに追加されているので、これで画面をタップするとこんな風に円のテキスト入荷できるようになっておるので、こんな感じで文字を追加して、で途切れてしまった文字はこんな風に円を拡大すると大きく置くことができるようになるのである。でもちろん文字全体のサイズ変更や一部分のサイズ変更など、これまでのテキストでできていた加工などは簡単にできるようになったのである。例えば缶バッジのデータを作る時などに円形に文字を配置するっていうのは、これまでは他のアプリやソフトウェアを使わないとできなかったことがクリップスタジオペイントのみで完結するようになったのである。もちろんこのレイヤープロパティなども適用ができるので、縁のついたテキストなどもこれまでのテキスト通り作ることができるようになるのである。ちなみにテキストを選択している状態で円形配置のチェックを外すと通常のテキストにすることもできるのである。
テキスト加工をより自由に行えるようになったのであるぞ。イラストを描いている際に細かな色味を調整したい、イメージした色味に近づけたいという際に使える新たな機能、カラーリファレンスコマンドが追加されたのである。編集の色調補正のカラーリファレンスを選択しよう。するとプリセットでいろんな画像が用意されており、その色味にこんな風に微調整をしてくれる機能になっておるのである。そしてどのぐらい参照画像の色味に調整するかなども細かく調整できるのである。他にもグラデーションマップなどを読み込むことができるので、全体の色調を簡単に調整できるようになったのである。また自分の画像を読み込むこともできるので、絵の雰囲気を変えることができるようになるのである。これでより近づけた色味に直感的に変更調整ができるようになったのであるぞ。次はアニメーション機能での新たな機能追加である。それがオーディオスクラブ機能である。どういうものかというと、今こんな感じで簡単なアニメーションのラフを作っていて、我の口がパクパクとこう開くアニメーションを作っておる。ここに音声を読み込んで綺麗に口パクを合わせたいという時などに、読み込み、オーディオで音声を読み込む。で、これでタイムラインをドラッグすると、みんなお絵描きを楽しんでおるかの。本当にそんなお絵描きを、みんなお絵描きを楽しんでおるかの。こんな風になぞった部分の音声を再生することができるようになるのである。これを使うことで、この風に音声の必要なところに口パクの設定を当てることができるので、再生してみると、みんなお絵描きを楽しんでおるかの、みんなお絵描きを楽しんでおるかの。このように音声に合わせた口パクなどを簡単に編集作成ができるようになったのであるぞ。新たに追加された機能として、絵描きにとって大きな助けになるポーズマニアックスとの連携機能である。今画面上には3D のデッサン人形を置いておる。この状態でファイル、読み込み、 3D ポーズ、ポーズマニアックスを選択しよう。するとブラウザが立ち上がり、さまざまなポーズが一覧で見ることができるようになっておる。このポーズがいいかなと思ったので、こちらの下にある起動と書かれているクリップスタジオペイントのアイコンの部分をタップしよう。そして起動ボタンを押すと、クリップスタジオで開きますかと出るので、開くを選択しよう。すると先ほどのポーズマニアックスのサイトにあったポーズを 3D のデッサン人形であっという間に適用され、そのポーズを使ってイラスト制作や絵のガイドにすることができるようになるのである。もちろん設定したポーズを後から微調整などもできるので、より自分好みのポーズにもするということができるので、ポーズマニアックスにあったサイトのポーズだけではなく、そこからアレンジをしたポーズなども作ることができるようになるのであるぞ。クリップスタジオペイントのタブレット版とスマホ版にはシンプルモードというものが搭載されておるのである。アイコンメニューからシンプルモードに切り替えを行うことで、見ての通りシンプルな UI でクリップスタジオペイントを使い、お絵かきをすることができる機能なのである。このシンプルモードでショートカットを使えるようになったのである。例えば今ワイヤレスのキーボードを接続しておるのだが、消しゴムを使いたいときはこれまでこんな風に画面のタップ等で消しゴムを切り替えていたのが、こんな感じでキーボードを押すことで機能を切り替えることができるようになったのである。ショートカットの一覧は環境設定とヘルプの中にキーボードショートカットというのが追加されておるので、こちらを選択しよう。するとどのようなショートカットが使えるのかというのを一覧で見ることができるであるし、ツールの切り替えもこの通り
一覧で見ることができるようになったのである。ただスタジオモードと違ってこのキーボードショートカットというのは現状変更はできないので、シンプルモードを使う方はこのショートカットを一覧を覚えた上でショートカットの切り替えをキーボードで行ってほしいのであるぞ。ただこれがあるだけで本当に様々な機能とかの切り替えを手元を見なくても切り替えられるようになるので、簡単なこのツールの切り替えのいくつか覚えておくだけでも非常にお絵描きが便利になるのであるぞ。今回紹介するクリップスタジオペイントバージョン 3.0 の新機能の中で EX のみに搭載された新機能もあるのである。それがレイヤーカンプと呼ばれる機能なのである。レイヤーカンプとは各レイヤーの表示状態を記録することができる機能であり、例えば様々な差分などを作成するイラストを、例えばゲームのキャラクターの立ち絵などを作成する際に非常に便利な機能なのである。これは本当に多分クリップスタジオペイントがリリースされてから10年以上言ってた方がいるぐらい欲しいと言われていた機能だったので、ああついにここで追加されるのかと我個人的にめちゃくちゃ驚いたのではあるが、実際にどのような機能なのかというのは見てもらえればわかると思うので解説をしていこうと思うのである。まずはウィンドウのレイヤーカンプを表示させよう。するとこのようなパレットが表示されたのである。ちなみにこのイラスト、こうやって表情の差分の他にも杖のありなしや帽子のありなし、そして髪型の変更など結構いろんなことができるようになっておるのだが、例えばこの帽子をかぶって杖をつけていない状態で表情を3種類、そして今度は杖を持たせて表情を3種類、帽子を外して3種類で髪の毛を変更してまた表情の3種類などなどをやろうとすると非常に大変であったり、あれあの画像書き出したっけとか、あれ作ったっけみたいな管理がレイヤーの表示非表示だけを繰り返しているだけだと、まあ、非常に大変なのである。そこでレイヤーカンプの下にあるアイコン、レイヤーカンプを追加を選択する。するとこのように名前をつけることができるので、ノーマル笑顔と作って、で今度は目を閉じた状態のレイヤーを作って、またレイヤーカンプを追加してノーマル目閉じ、そして怒っている表情で、こんな風に3種類のレイヤーカンプを作った。この状態で表示したいレイヤーカンプの目のアイコンをタップすると、こんな感じで瞬時に表示非表示の設定されたレイヤーを切り替えてくれるのである。なので今度は帽子を外した状態で3つ用意すると、帽子なしの状態での表情変化を記録できたのである。じゃあ今度は同じように杖をなくして、杖を持っていない手に切り替えて三つ編みにした状態のレイヤーカンプを作っていこう。これでもうあっという間に9種類のバージョン違いの立ち絵をセットすることができたのである。そしてレイヤーカンプでキャラクターの差分等を作り終えたら、ファイル、その他の書き出し、レイヤーカンプ書き出しを行うことで、作ったレイヤーカンプをそれぞれ画像として一括書き出しができるようになるのである。ファイルの形式やファイル名の先頭につける名前やファイル名の形式を選ぶことができるのである。今回はシンプルにレイヤーカンプで付けた名前のみにしておこうと思うのである。そしてこのレイヤーカンプのチェックマークをつけたものだけ書き出すという機能もついているので、レイヤーカンプの機能を使って制作だけではなく書き出しまで非常に便利になっておるのである。では OK を押して、書き出す際の画像サイズなども調整をしたら OK を押そう。画像書き出しが終わるとフォルダーの中にレイヤーカンプで指定した画像をひとまとめにしてくれているので、管理も非常に楽になっておるのであるぞ。
レイヤーカンプで作った画像が全て書き出されているのがわかるであろうか。レイヤーカンプを使うことで非常に効率よく画像が書き出せるようになるのがわかったであろうか。いかがだったかの？クリップスタジオペイントバージョン 3.0 の新機能には様々なお絵描きが便利にそして楽しくなる機能がたくさん追加されたのが分かったであろうか。ぜひクリップスタジオペイントバージョン 3.0 の今回紹介した新機能を使って様々なお絵描きに挑戦していただけたら嬉しいのであるぞ。ではでは、なのである。動画のご視聴誠にありがとうなのであった。よければチャンネル登録高評価をしていただけると嬉しいのであるぞ。